どうも、ダメダメおじさんにむろです。どうも、ホイップボーイです。さあ、いつもですね、ライスオンミーをお聞きくださいまして、ありがとうございます。今回、ライスオンミーから一つお知らせでございます。8月の3日火曜日から、8月の13日金曜日までの、まあ、およそ2週間の配信をお休みとさせていただきます。いつもね、本当に聞いてくださっててありがたいんですけれども、どうかね、ご了承いただければと思いますけれども、突然ヘッドバンキングを始めてる男がいますけれども。ごめんなさい。井村さんの話にうなずきすぎちゃってて、こんな感じになっちゃいました。すいませんでした。はい、続けてください。どうぞ。一つだから2週間お休みということをね、ご了承いただければと思います。奥さんも大丈夫ですね。ああ、大丈夫です、大丈夫です。すいませんね、はい、ちょっとお休みいただくことになっちゃいまして。はい、僕がちょっと、うんうん、ベーリング海でカニ漁してくるんで、ちょっとね、その間、すいませんけれども。すいません。もう大きいカニ取りに行きますから。世界で一番危険な海で仕事しないとさ。ちょっとこれが欲しいから。だそうですんで、はい、ちょっと申し訳ございませんが、配信ご了承いただければということでございます。そしてですね、その次の日、8月の14日土曜日の、夜9時から、ライスオンミー生配信を行いたいと思います。はい、久しぶりの生配信になりますけれども、まあ、二人でですね、リスナーさんの皆さんに前に現れて、生で、いろいろとお話をしたいなと思っておりますので、こちらもお楽しみにしてください。もう、どれぐらいぶりですかね？前、生配信やったのいつだっけ？いやー、もう、ちょっと記憶にないです。本当に今年の初めぐらいに、なんかやったなっていうぐらい。いや、違うよ。ライスオンミー始まって一回ぐらいなかった？一回なんかあったよね。だから、あれですよ、やっぱコロナで、ちょっとバタバタしててって時になんか、やったんじゃなかった？あのさ、我々過去を振り返らなすぎじゃない？それこそさ、こないださ、記念すべき100回目の放送だったらもうさ、すっかり、ファーって通り過ぎてたし、そうですね。そうですね。節目覚えてなさすぎじゃない？すいませんけど。まあでも、久しぶりであることはもう間違いないですから。うん。うん。ね、まあ、いつもの放送とは違う、やっぱ生配信ならではなね。うん。いろいろ放送ができればと思っておりますので。最高のパーティーにしようぜ。おお、超ダサいですけれども。最高のパーティーにしようぜ。いいですか？不安だけが今煽られてる状況ですけど、声出なくなっちゃいました。じゃあ終わっときたいと思います。もう一度改めて、8月の3日火曜日から8月の13日金曜日までの2週間はお休みでございます。そして次皆さんにお前に現れるのは8月の14日土曜日夜9時から生配信を行いますので、ぜひたくさんの方に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。おい。絶対に見てくれよな、おらー！おらー！